佐々木清隆は日本の財務官僚。初代金融庁総合政策局長を経て、一橋大学グローバル金融規制研究フォーラム代表、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、東京都出身。開成高等学校を経て、国家公務員試験に最上位の成績で合格。1983年東京大学法学部第二類卒業。大蔵省入省。銀行局長坂。2005年金融庁証券取引等監視委員会事務局特別調査課長。2007年金融庁証券取引等監視委員会事務局特別総務課長。2010年金融庁検査局総務課長。2011年金融庁総務企画局審議官兼公認会計士監査審査会事務局長。2015年金融庁証券取引等監視委員会事務局長。2017年7月5日、金融庁総務企画局総括審議官。2018年7月17日金融庁総合政策局長。2019年金融庁参与。合同会社グローバル金融研究所代表社員、業務執行社員、一橋大学大学院経営管理、研究科客員教授、デロイトトーマツ合同会社上級顧問兼アジア、太平洋地域規制戦略センター上級顧問。同年一橋大学でグローバル金融規制研究フォーラムを設立し、同代表。2020年多摩大学社会的投資研究所、客員研究員。2021年東京ドリームキャピタル顧問。ありがとうございます。